リウッドセレブ、失望と絶望。5日に投開票が行われた米大統領選で共和党のトランプ前大統領の当選が確実となったことを受け、民主党のハリス副大統領を支援してきたハリウッドセレブの間では深い失望と絶望のムードが漂っている。歌手ビリー・アイリッシュ、22、はインスタグラムのストーリーで、これは女性に対する戦争、と反応。1日に激戦州の一つウィスコンシン州ミルウォーキーで行われた集会に出席してハリス氏を支援していたラッパーのカーディ B も、みんな大嫌い、と短いメッセージをストーリーに投稿してトランプ氏に投票した人たちに抗議した。女性も山ほどトランプ支持者いるのに、勝手にこういうこと言い出すから、リベラル層は反感を買ってしまう。しかも、45、64歳の女性だと、トランプ支持者の方が倍以上多いという世論調査結果も出てたからな。そもそもビリー・アイリッシュって幼少時から音楽活動して、自宅学習で済ませてた人なんだから、政治のことどこまでわかるん？女性の 52% しかカマラは支持されていない。ジェンダーなどというのは、国の最高司令官、経済、犯罪対策に比べたら取るに足らない問題ということ。これらの問題に直面しないセレブたちだから、金に余裕があって女性の権利だの涙のと言える。お前らみたいな浮世離れしたセレブと一緒になってはしゃいでたのがハリスの敗因だろ。わらわらわら。戦争ならもう負けてんだけど大丈夫そうですか？戦争好きな女は厄介だよな。魔女狩りされろ。その女性に見放されたから負けたのでは？女性の半分近くがトランプに投票してんだろ。ビリー・アイリッシュちゃんは、令和のパブリックエナミーですよ。でもアジア人はバカにします。アジア系はトランプに入れただろ。あら？民主主義とは？トランプ支持者なんて米国の頭空っぽなバカ層と日本の引きこもりをよだけだからな。黒人奴隷牧場のが関わったのは民主党。不法滞在者たち入れて不法滞在者が満足するほどの助けてないのも民主党。今のアメリカってボロボロだからな。そら政権交代させるわ。民主主義なので。これの民意でトランプが再選されたのにな。日本の市長選出なんて民意とか民意も反映されないしな。間接的には民意だろ。お前の好きな社民党が浮かばれないからってやつ当たりするな。中絶で勝てるほど甘くはない。生活苦しくてなんとかしてほしいのに、なんでハリウッドセレブの歌聞かされるのって思わないん？制作は？あれは完全に握手だろうな。セレブがこぞってハリス応援すや不動票の奴らはいい気しないだろ。石破の2000万同様にまあまあの決定打になったと思ってる。ブレインアホすぎ。何言ってるんだ。負けたんだよ。危機としてるが、台湾侵攻になればアメリカは日本も台湾も助けんだろうな。おそらく十分するのか。たかが22歳で分かったようなこと言うな。4年間ではない。前回トランプさんが勝ってから8年間セレブが社会を分断してきたことへの断罪がこの選挙結果だ。目論見通りの分断わら。人間、綺麗事だけでは生きていけないからな。結局金持ちと庶民で分断された結果だろ。セレブとは相入れないんだよ。あれ亡命するのでは？それは他のやつだったか。LGBT の方が甘って女性に喧嘩売ってね。つまりトランプに投票した女性は女性じゃないの？やっぱりバカだろあいつらわら。日本のマスコミも同じ論調を取り出す予感。彦根の株価爆上げだからインテリ層は望んでたんだろ。あら、極左連中がなぜかトランプ当選で怒ってるけど。